こちらは本日東日本です。午後8時40分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに仙台方面を走行中の方にお知らせします。この先下院運転などの区間で横風が吹いています。現在最速度を下り線仙台南運転まで60分ほど、また一ノ瀬進行まで2時間以上それぞれかかっています。引き続き東北道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先平川運転までの区間で横風を吹いています。現在東北道上り線宇都宮運転まであと10分ほど、次に中央道を上り線伊賀区湊斗運転まで90分ほどそれぞれかかっています。タイムラジオ東北道福島よりお伝えしました。あなたの実際は何ですか？皆さん。